スイートマイホームは、歯科衛生士、作家のコーズリンコによる長編小説。スイートマイホームと題して、第13回小説現代長編新人賞を受賞。スポーツジムのインストラクターであるケンジは、妻子と共に、冬の厳しい長野に住んでいる。ある日、ケンジは、住宅会社の展示場で、床下のエアコン1台で一軒家全体を、 温めるという斬新な暖房システムが装備される魔法の家というモデルハウスに心惹かれ寒がりの妻と幼い娘のために家の購入を真剣に考え始めるただしケンジは実家の年老いた母と引きこもりの兄が気にかかる二人を古い実家に残し新しい家を買っていいのかと母に相談するが意外にもすんなり納得してくれたいつも監視されているから 隠しておくのも大変なんだというわけがわからない兄の言動は気になるものの、ケンジは家を建てる決心をする。一年半後、魔法の家は完成し、その間、次女も生まれたケンジは、幸せの絶頂にいた。ところが、その家に住み始めた直後から、奇妙な現象が起こり始める。家を凝視したまま動かない友人の子供、赤ん坊の瞳に映る、知らない人影を見たという妻。 見てはいけない恐ろしいものを見たと主張する同僚。地下室で何かに捕まりなき叫ぶ娘。この家には何かがある。ありがとうございます。